アギの大好きなウニ。すごい、こんな感じ。イエ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 イ、すごい景色が広がっています。じゃーん、こんな感じです。めちゃくちゃ綺麗。なんか今ちょうど夕方に来てるんですけど、夕方のこの感じがめっちゃ綺麗。なんか初めてな感覚が味わえてるなと思う感じですね。こういう岩とかってあんまりこういうなんかそこら中にこう散らばってることってあんまないしですし、なんかすごいなんかすごいボコボコな感じが初めての感じもありますし、あとはまあそうですね、なんかこの見えますかね皆さん、このなんかいろんな穴ぼこがあってですね、ここの穴ぼこを自分のなんていうの基地にかそうやね、うん。カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょう。いや勝手じゃないから。かわいい七つの子があるからよ。いやドアップ。かわいい、かわいいとカラスは泣くの、かわいい、かわいいと泣くんだよ。山の笑かさんといて。ふふるすえ、いてみて、いてみてごらん、かわいい目をしたいい子だよ。めっちゃ綺麗後ろ、なんかめっちゃ夕焼けって感じ。はい、ちょっとベスポジを見つけたのでベスポジで撮ってみたいと思います。もうこの尺長いやろ。もうこれで最後にします。じゃーん、ここがあやきの岩の基地です。こんなところにしゃがんでいます。一応記念、イエーイ。あ、月が出てる。月が見えておるぞ。なんかこれは転がっていったりしてた。めっちゃ綺麗。なんか飽きて。洞窟。夕日に照らされているのだよ。綺麗。いかっているものそうよね、好きな綺麗な綺麗な綺麗な、おーてててて、綺麗ですな、ルプレル。
くらいの、ゼリー美味しいな。すごい。あれ卵な。ごきげんよう、山口あきです。今日は市場に来てます。ここが有名な市場なんで、ちょっと食べたいと思います。やったー。ちょっと回ってみます。絶対これ食べたい。300円、300円、あやぎの白子、あやぎの白子、やばい、あやぎの白子がある。おいしそう、食べたい。どうしよう。見て、向こうにもいっぱいある。見て、白子とはフグだって。すごいな。すごい。あ、絶対フグもおる。はい、先生、どうですか。出かない。そう、ここにずっと来たかったやん、今。見て、見て、とっても美味しかったしましたよ。いかがですか。私も600円から召し上がりますよ。下から600円。あ、見て、300円やで。見て、1本300円。あんなでっかいのに。え、すげえこれ。待って、ビールも売ってる。ここにも少しある。大トロ500円、特売。すごいな、この安さ。ウニは絶対食べる。ウニも絶対食べるし、美味しそう。300円、150円。何本でしょう。カニ汁か。カニ汁しろ。カニ汁一つ。500円になります。安すぎます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この海辺で食べたいと思います。じゃーん。アイキセレクト、ウニ、イクラ、そしてフグの白子、そしてフグ、これ100円やからね。で、ヒラメと、アジ、めっちゃでっかい。アジこんなでかいね、ダイブの指と考えて。これもでっかいエビ、これ300円やったやんな。うん、なんか、あれと。何これ。はい。先生。はい。なんか変な人おる。変な人おる。髪の毛、雨降ってる。今日なんかあいにく、ほんま曇りやったのに雨やから、なんかちょっと。雨ばっさばさ。お味噌汁食べまーす。めっちゃ美味しい。やばい、めっちゃカニの味してんな。あ、トロイガモニって感じ。じゃあ、アギの大好きなウニ、ウニいただきます。カニ飲んだけど。めっちゃ美味しいな。フグ食べてみよう。でもウニはちょっと臭みあるかも。普通に付き合うと思ったらなんかシャリについちゃう。フグ、うん、バックでするの。フグ美味しいな。コリコリ。ゆっくりいただきます。最後に美味しいの残しとくタイプ。これやばない、ほんま。なんか普通にこれ150円でやばない。これでかすぎな。持たれへんもん、重たすぎて。やばい、めっちゃでかい。あんまり多分口入らんわ。
あ、こぼれてる。あ、泣いてる。あ、ここに刺さったんや。飲んでしまおう。うん。こぼれる前に飲んじゃって。ちょっと違う。はい。口から出た。めっちゃでかい。めっちゃ美味しい。やばい。人がすごい。動いてる。脱走してます。ありがとうございます。じゃん。うん。美味しいな。冷たいけど。わあ。角島。辰野島。うわお。うわ、めっちゃ綺麗やん。ちょっと待って、やば。え、めっちゃ綺麗やん。さて、えらいこっちゃ。ちょっと待って、ビデオこれ、あ、シネマスティックで撮るか。あ、シネマスティックで撮ったらあかんわ。ちょっと待って、記憶を撮らなあかん。あ、よくやね、そうやな、間違えた。サーフィン、サーフィンです。せい言ってからに。辰野島大橋です。さっきまで曇ってたんですけど、今晴れちゃった。やっぱり秋って雨照らす大神。みんな見えてるかい、この綺麗な橋。これが2012年ぐらいにできた橋だそうです。多分ちょっと調べとくけど、なんか最近できた橋なのに、なんかすごいいいですよね。観光スポットいい感じや。このわかめ、こっちにしよう。ちょっとビビってわかめミックス食べようと思います。いただきます。何混ぜか。手食べてみ。どうどうコメントで。やめとけ。わかめ入ってる。食べ進めてたらめっちゃ美味しいわ。あ、やば、風。うわ。風やばすぎる。まつげが。うわ。風すごい。でも綺麗。ちょっと上まで行きたいと思います。砂がサラサラや。風がすごすぎ。風すごすぎる。こんな風が強くていいんかい。いいんかい。いいんかい。寒すぎる。めっちゃ寒い。あ、でもめっちゃではない。火出てるからそんな寒くない。悪いけど。うわ、海すごい綺麗。見る？みんな。じゃん。こんな感じ。こんな感じです。みんな見えるかい、この海の綺麗さ。うまぶしい。もう太陽と一緒にこうやってる。嬉しくて嬉しくて言葉
葉にできない。なんか台みたいなところに登ってきました。これが橋です。とても綺麗です。海がねすごい透き通ってるの。エメラルドグリーンって感じの綺麗さ。めっちゃ綺麗。ここに展望台みたいなのがあったから展望台のところに来たけど、さっき2012年度に開設されたって言ったけど間違えた。2000年って書いてた。2000年に設立されたらしい、作られたらしいです。なんか最近やねんなって感じ。はい、ということで今から瓦そば食べに行きたいと思います。それでもう帰ります。なんか満喫しちゃって。じゃあバイバイ。後で瓦そばまで。角島大橋、角島や。あ、間違えた。角島大橋、バイバーイ。じゃーん、元の隅神社。はい、元の隅神社でございます。山口、なんか山口って自分の名前言われてるみたい。こんな感じです。じゃあ今からここを通っていきたいと思います。レッツゴー。なんかこうすごいすごひすごい。あそこ行きたいけどな。あそこあの黒のところ、あそこの、あそこの敷地内でも無理やろな。ジャンプしても届かんもんな。だって人があれぐらいの大きさやから。はい、行きます。わーお、すごい、こんな感じ。よし、後ろにカメラマン。よいしょ。なんか意外とあの階段がすごい急やから気をつけないといけませんね。じゃあ目的地までレッツゴー。今鷹がおった。ヒュルルルルルルって。とべとべとべとんび空高く、とべとべとべとんび。うわ、着きました。あ、なんかめっちゃ水しぶきがすごい。じゃーん、この長い鳥居をくぐってきました。これこれこれ、いいです。ほら、ピーヒョロロロって言ってる。ピーヒョロロ言ってる。やば、めっちゃ急なんだが。私あんなところ登れるのかな。だいぶ急なんだが。あれは多分、見ときゃ見ときゃ、あそこな、あそこの壁な、波でな、ブワシャンなってた今。ほら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 、すごくない？崖です。相手はここ、写真を撮るために来てるけど、もうここ落ちたらもう死にます。怖い。めっちゃだしいい匂いする。このだしにつけて食べるんですね。瓦そば食べに来ました。初めての瓦そば、どんなでしょうか。お召し上がり方説明をしますか。はい、はい、教えてください、はい、まず最初は上に乗ってる薬味は使わずに麺と具だけをおつゆにつけて食べていただいて、最初はそのままの味を楽しみください、はい、その後はお好みでレモンともみじおろしはおつゆに入れてもらって、次は味を変えて酸味と辛味を楽しみながら食べてください、うん、はい、おつゆは足らなかったらお借りできますのでお申し付けください。はい、失礼します。失礼します。おいしそうじゃん。瓦の上に乗ってるから瓦そばだそうです。いただきます。いただきます。
から袋からやんな。うわすごい美味しそう。こう持って行ってあそこの川辺で。川辺で下降りる？降りようか。川のせせらぎと。じゃあ最後は団子で締めくくりたいと思います。美味しそう。きな粉たっぷりで。いただきます。うん。おいしい、カリカリ、もちもち、おいしい。どう？カリカリもちもち。きな粉でも出てる。おいしい。おいしいね。今日も見ていただいてありがとうございます。バイバーイ。また見てね。バイバーイ。飲んでる。え、かわいい。水飲んでる。